私たちは1月27日アイスリボン名古屋大会で下克上の持つタッグのベルトに挑戦します。今までチーム焼肉集合と名乗っておりましたが、改めてかっこいいタッグチーム名を掲げてきました。バーンバーニングローです。はい、この由来はなんですけれども、バーニング燃えるロー生燃える生肉焼肉ということになっております。
ベルトを取ったこととチャンピオンが勢ぞろいしたっていうことで調子に乗ってたからちょっと負けちゃったんだけど、今日はもうチャンピオンとしての気持ちをしっかり持って挑んだことでこの勝利につながったのではないかなって思います。やっぱ何事もね、舐めてかかってはいけませんね、はい、チャンピオンであろうが、はい、わかんないですけど、なんかそのちょっと前までやってたプロレス代理戦争で、なんか散々ジュリアは正々堂々勝負しろ敵ちゃんみたいなこと言ってたのに、結構卑怯なことしてたのはやっぱジュリアだったし、まあ、サヤも負けず劣らずで結構卑怯な手を使うことが多いので、なんかなーって思いますよね。あの年を取るごとにちょっとずるさってなるほどね、ちょっと純粋だからさうちら、まあずるいっていうのも一つの頭が切れてるってことなので、そこはちょっと油断していけないかなって思いますね。ほぼ凱旋ということで、ほぼ凱旋の興行にベルトを持ってこれたこと、まあ、すごく嬉しいですね。素晴らしい、うん、ちょっと今度は学校の友達呼んでこようかな、うん、そうだね、4月14日とかね、4月14日呼んで地元凱旋してベルトを持って友達に見せようね、見せてもらって、うん、見せてもらって見せて見せて見せて、うん、自己満な興行にしようかな。そうね楽しければいいんです、プロレスでハッピーアイスリボンだ。そうね。